ザ・ヘイト気仙沼の仲間たちグルメツアー編。はい、ということでね、今回も美味しい飲食店を紹介したいなと思っておりますけども、今回はねいつもと違って移動中の車内からね撮っていきたいなと思って回しております。いろんな美味しい飲食店をねいろいろ紹介してきましたよ。本当にもうそのおかげでね、3キロぐらい元から 3,4 キロぐらい太りましたけども、まあいいんですよね。皆さんにね美味しい飲食店があるんだよっていうのが伝わればすごいんですけども、まあ非常にねラーメンがね多いんでやっぱりもうものと太ってしまいますけども、今回紹介したいねお店はまだラーメンです。今までは個人経営の店とかね、紹介してきたんですけども、たまにはねこうチェーン店もいいんじゃないかと。でもね東北にしかないのかな、確か東北にしかないんだと思うんですけども、あるお店を紹介したいなと思っております。気仙沼は意外とね広いんですよ。元吉町がね合併したんで、その中でもね橋上というところにあるお店ですね。最近もう YouTube のおかげでね胃が拡張しまして、昔はこうヒーヒー言いながら食べてた量でも普通に食べれるようになっちゃってね、ダイエットしなきゃと思ってねサブアカでダイエットチャンネルやろうかなと思ってますけど、そちらもねもし立ち上げたら見てみてくださいね。本チャンネルで太ってでサブアカで痩せるっていうね、半永久期間っていう半永久期間チャンネルでもやろうかなと思っておりますけども、さあ着きましたよ。やってますね。はい、ということでね、着きました。私は今回やってきたのはこちらでございます。ゴーメンさんです。ゴーメンさんね、もうねなんかこうふと食べたくなるんですよね。がっつりの二郎系っていうんですか、 G 系ね。いやマジでね食べたくなるんですよ。今回ね撮影 OK ということで来させていただきました。ニンニクをがっつり入れてくれるからね、非常に僕ニンニク大好きなんで非常に嬉しいんですよ、そして濃厚なスープで太麺、ストロング系楽しみでございます。早速行ってみよう。はい、今回やってきたのはねこちらでございます。気仙沼朝市南にありますゴーメン気仙沼店さんですね。はい、営業時間でございますが、昼は11時から14時30分、夜は17時30分から21時ね。木曜日が定休日、駐車場ありますよ。はい、席数はカウンター、テーブル合わせて30席でございますね。広々。はい、テーブル席はこんな感じでね、いいですね。日差しが入って気持ちいいね。はい、じゃあメニューを見ていこうじゃないかね。多いですね。醤油、味噌、辛ごめん、辛いのいいね。つけ麺、女子ごめん、玉ねぎ、おお、ごうからタンタン、おお、いいですよ。他にもこういったメニューがあると、おお、肉、ブラック、極みいいなこれ。極みにしちゃおうかな。細麺もありますけども、太麺と細麺。太麺で。太麺でよろしいですか。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしましょう。みたいな。軽に混ぜていこう。はい。はい。極み方面。おお、来た。はい。
はい、今回もね、実況は私、不安のお兄さんでございます。濃厚スープ、鶏と豚のダブルスープですか。うまそうですね。麺も、おー、ツルンツルンの、テッカテカで、おー、喉越し良さそうな。うん。お、チャーシュー、分厚いな、おい。何センチ、2センチぐらい、2センチぐらい。そうか。濃いね、これ。ツルツル、もちもち、うん、もやしはシャキシャキでさ、ニンニクガツンだ、
色気はマジで後半やべえ、うん、それしかないじゃんみたいな、いけるじゃんって言うけど、こっからだよ。肉汁はしっかり切れる。足がうまいね、ほろほろ、はい、再びのね、不安のお兄さんですけども、もう残り、わずかですね。もう濃厚スープにもやしが、あ、もやしが最後の、あ、しっかりもやしを見せて、ねえ、しっかりと見せて、この豚飯のミニですか、あ、コロコロしてて食べやすそうで、これもいいよね。美味しそうだな。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。やお、お前呼んでね、お前なんで毎週来んだこの野郎、どっから入ってきてこれ。はい、ということでね、いやー、濃いよ、濃い、極み濃い、やっぱりゴーメンさん最高ですね。濃厚スープにね、がっつりニンニク、もうこの GK っていうんですか、ジロー系ね、もうなんか食べたくなるんだよね、定期的にね。豚と鶏のダブルスープ、そして野菜もね、こうしっかり乗ってるのがいいんですよね、 GK のラーメンっていうのは。そして太麺ね、喉越し良かったな。まあ個人的にはね、もっとねわしわしの麺でもいいんですけど、まああの麺も好きですよ。何店舗か東北にあるんですかね、ゴーメンさん、非常におすすめです。がっつり行きたいよって時はゴーメンさんマジでおすすめです、僕が食べた極みもそうですけど、味噌ラーメンも美味しいしね、丼物もうまいし、はい、おすすめでございます。皆さんぜひ気仙沼に来た時は、ゴーメンさん寄ってみてください。がっつりいけるよ。それではまたお会いしましょう。 See you!